はじめまして、そんな言葉を会ったこともない先生に使うのはなんだか変な感じがしますね。そもそも僕は誰かに手紙を書いたことなんて、この国に保護、それとも保管と言うべきでしょうか、されるまで一度もありませんでした。だからもし文章が時々おかしなことになっていたら、それは本来の仕様ではなく経験不足によるものだと理解してもらえたら嬉しいです。